サムカワ町議会は神奈川県高座郡サムカワ町に設置されている地方議会である。日本のほとんどの地方議会が年4回の定例会を基本に実施する中、サムカワ町議会は議会が主導的かつ機動的に活動できるように会期を1月から12月までの約1年間とする通年議会制を導入した。これにより議長の判断により、 いつでも本会議を招集できるようになった。一般質問は確定例会の本会議において議員個人が姿勢全般について町長々をはじめとした執行機関の考えや政策の説明を求めることができる質問のことである。寒川町議会は一般質問において論点をわかりやすくするためにこれまでの一括質問、一括答弁から一問ごとに質問して 執行機関側が答弁する一問一答方式を導入した。また議員が執行機関と対面しながら質問できるように自分の議席から質問できる対面方式を採用している。質問時間は一人30分与えられ、時間内なら何問でも質問してよい。議会運営委員会は会議の日程や議事の進め方など円滑な議会運営に必要なことを協議する。 委員会である。定数は6名である。寒川町議会は本会議の決定によって議案などを専門的に詳しく審査する常設の委員会を設置している。現在は3つの常任委員会が設置されている。特別委員会は特定の事件について専門的に調査、検討する必要に応じて設置される委員会である。現在2つの委員会が設置されている。 ありがとうございます。